はい、どうもゴリプリング4です。どうです。どうです。はい、今回はまたなんかね、面白そうなクラブが発売されるんじゃないかということなんですけど、ゼクション X 買いましたね、うん、去年。うん。友がね、買いました。こちらにあります。ゼクション X です。最近動画で、へこんだ、と言って、交換してもらったって言ったんですけど、はい、ちゃんとシュリンク付きの新品が送ってきました。はい、ただですね、サブのドライバーたちの調子が良くて、もうこいつちょっと諦めかかってて、売ろうと思ってます。もうこれ触らずに。そう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 。もう売ろうかな。なんか、こっちはね、だから、中古というか、まあ、そのままヘッドだけ交換みたいな感じだったんで、どっか5万円台で売ろうかなと思ってます。そのですね、ゼクション X に関しての話になるんですけど、なんと、僕らが、ね、動画で、去年 の, この R&A のリストに載った時の動画かなをやったかと思うんだけど、このロフトのところの近くに T って書いてるモデルがあって、その中に 8.5 度のモデルがあるよっていう、これもし発売されたらこれちょっと気になるよね、ヘッドスピード速い人でも使える、もしかしたら松山も使うんじゃないかっていうくらい思ってたやつがなんと出ます。ゼクシオ X ツアーモデルです。ノーマルのこのゼクシオ X との違いがまあ書かれてあって、フェースの遠先が逃がした形状になっている。通常モデルより遠先を逃がしている。うん、こうオープンにしてるわけじゃないんだ、うんうん。バルジを丸くして、ちょっと見えるみたいな。そう、この角を、捕まるイメージをちょっと逃がしたいみたいな。そうそうそう、多分そうだよね、そんな感じだと思います。ちょっとこれだけでもね、全然顔が変わると思います、バルジ丸くね、塗装だけでも変わりそうなところだもんね。そう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 、そして違いがもう一つが、一度フラットな形状になるらしいです。ノーマルがね59、ツアーの方が58になるということです。ロフトが、通常は 9.5 度だと多分 10.5 があったと思うんですけど、ツアーモデルの方は 8.5、9.5、10.5 があります。ヘッド体積はまあ変わらず 460cc で、重心の深度がやや浅めにツアーモデルになってて、重心の距離もやや短くツアーモデルになってます。でヘッド重量 194g、 ここはね軽くなってるということです。これ多分ヘッド重量スリーブ込みの重さだった気がします。ちょっとこれ後で外したやつをここに載せておくんで、多分そうだったと思う。ただこれは通常ではね、販売ないんですよね、ダンロップフィッティングストア限定で特別販売ということです。だからまあどこでも多分できないと、ちょっとまあ大きいとことか、そう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 、っていう感じだね。買ったばっかなさ、選手なんかは。まあ、変えたばっかりだよね、多分、最近。ベンタスレッドとか刺してるのを見たんですけど。スピーダー NX とかなんか刺すのかもしれないね。女子の流行りだったらね。ちなみにですが、試打会が最近あって、ダンロップ行ったんですけど、そのことについて全く触れてくれなかったね。この使用プロは教えてくれたけどね。そうだね。だけど、まあ、これが発売になるということで、まあ、僕らとしてもすごく楽しみだし、試打して買おうかなとも思うんですけど、まあ、その試打会で友が売ったんですけど、まあ、このノーマルのゼクション X、まあ、どうでしたか？やっぱりいいですよ、まあ、ちょっとね修理に出てて手離れてたんだけど、久しぶりに売ってみてもやっぱり良かったね、で寒い頃に買ってさ、純正シャフトが良かったんだけど、違うシャフトも試してみたかったから、そう、ね、すごいいい機会だったね。今年のモデルというとキングが一番良かったのかなというふうに、思います。そうね、キングの 5S、ですね。シャフトもあるけど若干やっぱり球低いんだよね、だからその 8.5 度を君が打てるかどうかっていうのは分からないんだよね。 9.5 だったらツアーモデル試してみても面白いけど、ただ友に関してはもう今年エピックマックス LTDX があるので、僕が 8.5 使っちゃおうかなっていうのもありだよね。そうかもしれない、ね、スピード50以上ある、スピード速い人がゼクション X 使う、まあそのせっかくツアーモデルだから 8.5 度
を打ちこなしてみたいところもあるし、ね、うん、まああの前回買ったステルスのプラス、うん、あれも8度だったんでしょ。8度、うん、まあ、だからあれだけね、ちょっとシニア向けだったり優しいゼキシオの、うん、ちょっとアスリートに寄った、まあ、ツアーモデルの 8.5 度っていうのはものすごく期待しちゃうよね、うん、だから僕がガチで組むなら、シャフトがですね、ここで見れるんだけど、今年のモデルというと NX かキング、うん、まあ、NX かな、うん、万能 NX でしょ、うん、60S で僕はいいかなと思いますね、うん、まあ、キングも 6S ぐらいでいいかなと思うし、今年ね、僕もあんまり好きなドライバーが見つかってないので、うん、2022、うん、飛距離だったら僕はもう LTDX、LS、うん、まあ、その後に、トリプルダイヤとか、うんうん、MAXLS、曲がらないんだったら MAXLS、LTDX ってなってくるんで、ただそこについてはあんまりそこまで欲しいなっていうあれがないので、うん、この国産がね、ポンって出てきたらちょっと面白いんだよね。そうなんですよね。ちなみに、価格が、うん、純正の場合で税込み88,000円、うん、でプラス、ま、キングとか NX ぐらいだったら11,000円ぐらいでアップチャージで、うん、ま、だから10万弱ですよね、うん、まあ、これが納期がどれぐらいかかるかっていうのはちょっと不安だけど、うん、まあ、でもこのツアーモデルっていうぐらいだからシャフトももうギリしてカスタムで頼みたいとこだね、まあ、もちろんですね、うんうん、ですね、もしかしたら僕が主に使うようなかもしれないし、と、う、も、ん、も一応その、ね、シャフトを変えたら 8.5 度でも打てる可能性もあるかもしれないからね、うん、まあ、ベースは 8.5 度を買うかもしれない。そうですね、これ打ってこれ売ります、これ打って原資にすると、そういうことです、うん、はい、ということでした、うん、まあ、多分本当ほらグリップによってもあれじゃん、絶対納期かかる、うん、でシャフトの種類によってもね、うん、めっちゃむずいどう最短でくくるそうスペックを選べるかみたいなことになってくると、うん、早くくるスペックでくあの頼むわけにいかないじゃん、なんか好みと変わるからさ、うん、まあですね、なので一応購入後も検討になるんじゃないかなと思います、うん、購入するのであれば、まあ、しだしてから決めたいかなとは思いますね、うん、思ったより全然ロースピンじゃなかったら、うん、もう僕は僕用としてはあんま買いたくもないなっていうのもあるし、あ、はい、まあその辺ですね、期待したいと思います、はい、はい、ありがとうございました。